一番困ってることって何ですか？今思う困ってることは、現在大学3年生ですので、就職活動に向けて困っているって言えば困っていることだと思います。それは切実ですね。そうですね。やっぱり見つからないってことですか？いや、まだその何をしてご飯を食べていくのかっていうところに立たされているので、全体的なこう、なんていうんですか、漠然とした、ところから始まってるんですけど、そこをまずこう処理していこうっていうのが最初の悩みがあります。どんなジャンルのことをやろうとか思ってるんですか？ジャンル、なんでしょうね、願わくばは放送みたいな、編集みたいな、そういうメディアっぽい感じの仕事を考えてますけれども、そんな大内小内なので何とも言い切れませんけれども、メディア関係の仕事かなっていうふうには念頭には今置いているのが現状ですね。それがなかなか決まらないってことが今待ってるわけではないんですか？それをやって内定をもらえるのかどうかっていうのが一番悩み、困っていること、いろいろそういうことです。ということはそのハードルが高いんですか？かもしれないですよね。わかりました。ありがとうございました。はい。